こんにちは、ビッグボーイです。今回東京ゲームショー2024ビジネスデーに、参加してきました。初日のブースの様子、館内の様子、新作ゲームの試遊の様子などを、簡単に動画にまとめましたので、紹介しようと思います。よろしくお願いします。ちなみに東京ゲームショーは私今回8年ぶりの、参加となります。前回東京ゲームショー2016に、一般公開日に参加したことがあるんですけども、当時はプレイステーション4プロが発売する年であったり、あとファイナルファンタジー15が発売する年であったり、あとちょっと写真がないんですけども VR が発売した年でもあって、かなり当時もお客さんで賑わっていたかと思います。まあ賑わっているというよりもかなりの大混雑で、当時は全然ゲームの試遊ができなくて、遠くから試遊している様子を見ているようなそんな状態だったんですけども、まあ今回ちょっと一般公開デーじゃないので、いくつかの新作ゲームが試遊できたらなぁと思いながら、参加しました。早速ですけども、まずこちら入場待ちの、様子になります。思いのほかビジネス関係者が多いなぁという印象を受けました。他のお客さんの話し声からも聞こえてきたんですけども、今年はかなりビジネス関係者の参加数も多いんじゃないかと、なんかそんなお話もちょっと聞こえてきました。会場時間の10時ぴったりぐらいに向かったんですけども、なんだかんだこの待機列で 3,40 分ぐらい待っていたんじゃないかなと思います。なんだかんだ入場が始まってホール1側から、入場となります。入場直後まず目に入ったのは、インテルのブースがあって、でその隣には、ゼータディビジョンのブースがありました。ゼータディビジョンは、ソニーが発売しているインゾーンというモニターと提携を、交わしたそうで、インゾーンとのコラボ商品などそういった、展示をされていました。あとちょっと私は見に行っていなかったんですけども、ゼータディビジョンの有名ストリーマーとの、トーク会なども、開催されていました。続いてはこちらコナミのブースになります。巨大なスクリーンとともにサイレントヒル2のリメイク版の、ブースがありました。こちらは私有ではなく、TGS 専用のスペシャルシアターが見れる、そういったブースになっていました。ブース内は撮影禁止かと思われます。でそのお隣には、こちらもジャイアントスクリーンでメタルギアソリッド3の、リメイク版のブースがありました。草木が生い茂ったジャングルのような、ブース構造になっていました。と今回残念ながらすでに整理券が、なくなってしまっていたので、試遊している様子をちょっと遠くから眺めたりしていました。かなり外国人が多い印象を受けました。あとこちら、過去の広告にもあったような気がするんですけども、フォトブースに行った方向けに、カロリーメイトの配布を行っていたようです。またお隣のコナミブースには、大谷翔平選手が、大量に、展示されていて、野球ゲームの、告知をされていました。続きましてこちらカプコンブースになります。おそらく今回入場された方々はカプコンブースに真っ先に向かっていったんじゃないかと思います。ここはカプコンの一つのブースなんですけども、これ以外にもこれとほぼ同等のカプコンの、モンハンを試遊するためのブースがあと2つありました。かなり規模があったかと思います。しかしながらすでに整理券はありませんでした。なのでこちらもちょっと残念ながら試遊できず、遠くから眺めているような状態だったんですけども、試遊している様子を見た感じだとユーザーインターフェース周りはモンスターハンターワールドと同じような感じなのかなといった印象を受けました。プレイステーション5で動作をさせているようだったんですけども、30fps で動作しているのかなというふうに見えました。こちらは別のブースのモンスターハンターワイルズ試遊場所になります。こちらもかなり設置台数が多くて、大量に人が、集まっていました。聞いた話によるとモンスターハンターワイルズだけで試遊機が150台以上設置されていたようで、過去最大級の設置数を誇っているようです。発売日も来年の2月の28日と、結構早めに決まったので、また、一般公開日もこの辺りはすごく賑わうんじゃないかなと思います。続きましてこちらはチラ見をしたパルワールドのブースになります。この TGS に、
出展する直前あたりに、N 社からちょっと訴訟を起こされただなんてことがあったようで、私有自体は、プレイステーション5版の私有機が置かれていたんですけども、ちょっとその訴訟関係の影響からか、プレイステーション5版国内向けのリリースが、現在未定となっていて、東京ゲームショウが、唯一プレイステーション5で日本語版のパルワールドを遊ぶことができるなんて不思議な状況になっているようでした。続きましてこちらストーカー2の私有ブースになります。ここは、私が行った時は空いていたので、運よく私有することができました。ただしブース内の様子、プレイしている様子は一切録画録音禁止との、ことでしたので、残念ながら映像はないんですけども、TGS 用に用意されたストーリーモードを、20分程度プレイできるというような、感じでした。ちょうど20分でクリアできるぐらいの長さだったんですけども、思いのほか難易度が高くて、私の場合は最初に現れるミュータントに3回連続やられてしまって、ゲームオーバーを繰り返すだなんて失態を、やらかしてしまって、近くにいた、現地のスタッフさんと思われる方に、英語で逃げようと、助言をいただきました。こちらストーカー2、11月末に、発売予定となっています。かなり画質が良くて、旧作のストーカー遊んだ方なら、絶対に楽しめるようなそういう雰囲気とかになっていたんじゃないかなと思います。続きましてこちらプレイステーションのブースになります。今回の目玉は何といってもプレイステーション5プロの展示だと思います。この他にプレイステーション1のデザインをモチーフとした限定版プレイステーション5プロの、展示なども行われていました。ブース内はプレイステーション5プロを体感するためのゲームとしてファイナルファンタジー7リバースとグランツーリスモ7の、それぞれが、私有として置かれていたんですけども、ちょっとそれを、遠くから見ていた感じですと、確かに FF7 リバースは、画質のいいまますごい 60fps でヌルヌル動いているように見えました。でグランツーリスモ7は、まあ、元から綺麗だったと思うのであんまりよくわからなかったんですけども、確かに、まあ、既存のゲームのパワーアップは感じられるのかなとは思いました。お値段は12万円となっています。続きましてこちらタルコフアリーナのブースになります。私有スペースが空いていたのでちょっと並んだんですけども、ここでまさかのサプライズがありまして、写真に写っているこの武装した方々、この方々実は現地の、開発者の方々のようで、なんと私含め他に、私有する方、5人 VS この開発者の方々5人という突然の、私有者 VS 開発者という、マッチが、発生してしまいました。どうも開発者が私有しているユーザーを見ていたら俺もやりたいと言い始めたのが発端だったようで、突如としてマッチが始まってしまったわけなんですが、ここで COD おじさん負けるわけにはいかないと、タルコフ全く遊んだことはないんですけども、ここで長年の COD の経験を生かすしかないと意気込んで、挑みました。結果は、惨敗となりました。マッチの後は、開発者の方からマジすまんと、言葉をいただきました。お詫びとして、本来であれば、私有者同士でマッチを行って勝ったチーム側に、ステッカーをプレゼントしてくれるんですけども、まあ、今回はあの開発者の方々がご好意ということで、ステッカーを、負けはしたんですけどもプレゼントしていただきました。以上がタルコフアリーナのブースです。続きましてコールオブデューティーブースになります。コールオブデューティーのブースは2カ所ありまして、こちらはウォーゾーンとのコラボでモンスターエナジーを配布しているブースがありました。モンエナ配布場所の隣の小さな区画にはなぜか VDK さんが鎮座されていました。本人ではなくパネルです。旗から見れば罰ゲームを受けているような、パネルに見えてしまいました。でもう片方のブースにはブラックオプス6が、使用できる、場所がありました。ブラックオプス6のロゴに書き込みができる寄せ書きもあったんですけども、もしかしたらこれ真ん中に書かれているのはウィンレットさんのサインかもしれないですね。それ以外はやたらと Xbox ゲームパスを、押している寄せ書きが、見られました。ブラックオプス6の私有内容としましては、キャンペーンではなく、ベータと同じ、
マルチプレイの対戦を、使用者同士で行うというような、形でした。キーボードあるいは、Xbox のエリートコントローラーのいずれかでプレイすることができました。私は大人げないので、ここぞとばかりに、タルコフアリーナの物分をここで晴らしてやりました。最後に使用ありがとうということで、なんとゲーム内で使える TGS2024 限定のコーリングカードエンブレム、武器チャームが、ゲーム内特典としてもらうことができます。さらに、アドラーと、今作新キャラのマーシャル、そしてウッズのビックリマンチョコチックな、ステッカーを、プレゼントとしていただきました。ウッズだけ車椅子なのがちょっと面白い。以上がコールオブデューティーブースになります。続きましてこちらドラゴンボールスパーキングゼロのブースになります。こちらのブース遠目で見てもかなり目立っていたブースで、でかいモニターとあと小型のモニターで、いろんなドラゴンボールの、世界を映し出しているというようなそんな特徴的なブースでした。で、使用できるタイトルが、ドラゴンボールスパーキングゼロとのことで、空いていたのでこちら使用させていただきました。詳しい方に聞いてみたところ、ドラゴンボールのスパーキングシリーズというのは今作が15年ぶりの新作とのことで、待望されていたファンも多いんじゃないかと、そんなお話を伺いました。ちなみに私はドラゴンボール全くわからないので、なんならアクションゲームもほとんどやらないので、フリーザーにちょっとボコられたりしました。使用時間は1人当たり10分程度で、かなり回転が早いのかなというような印象でした。続いてこちら龍が如くブースになります。 TGS の直前に、真島の兄さんを主人公とする龍が如くシリーズの外伝が発表されたそうで、ここにパイレーツ真島の兄さんが、展示されていました。そしてすぐお隣の方では、トークセッションが、開催されていました。登壇者は、真島の兄さんの声優の宇垣秀成さんと、あと和田アキ子さんがいました。ちょっと動画の撮影が禁止だったので残念ながら動画はないんですけども、和田アキ子さんがあのバカみたいをいろんな有名人の声真似で、熱唱するという、面白おかしいセッションが、開催されていました。以上が龍が如くブースになります。最後に物販ブースを、簡単に紹介します。いくつか見て気になったものを抜粋しています。物販ブース側ではゲーミング PC をはじめとして、ゲームデバイス、ストレージ製品、あとは家具といったものも展示されているんですけども、ニトリやイケアがこちらに出店をしていて、ゲーミングチェアやデスクといったものを、出されていました。それ以外でも時々ネット広告とかで見たりするんですけども、このデスクとモニターの一体型マシンというか、すごくゲームやるのには快適そうだし、なんなら仕事をするデスクもこれだとすごく快適そうだなと思いながら見ていました。あとはこんなカプセル型チェアのような、椅子もあるようで、これ内部にスピーカーがついていて、まあ、包まれるような感覚で、カプセルに座ってゲームをするというような、空間を作り出してくれるようです。これを設置するにせよ、やはりスペースがなかなかネックになってしまうのかなと思いながら見ていました。あとこちら巷で話題の防音設備があらかじめ備わったゲーミングマンションというブース、こちらで、あるチャレンジが開催されていました。防音のボックスの中に入って超大声を上げて 115dB 以上の音を出すことができれば、景品が豪華景品をプレゼントというような、催しが、行われていました。ここをちょっと見ていた時に、まあ、ある男性の方が挑戦されたんですけど、ちょうどその時なんと 117dB を達成して、景品をいただいている様子を、見ることができました。ちなみに叫んでいる様子も外から見えていたんですけども、全然音は聞こえてきませんでした。さすがに100以上の声を張り上げることはないと思うんですけど、バリバリゲームやるストリーマーとかには需要がありそうだなと思いながら見ていました。はい、簡単にですが以上が物販ブースになります。これ以外にも様々な、ブースがあります。
以上が TGS2024 ビジネスデーの一部ブースの紹介となります。もちろんブースは今回紹介したものではなくて、大量にブースがあります。どうしても今回の目玉のタイトルとして挙げられるモンスターハンターワイルズ、あとメタルギアソリッド、この2つがどうしても、整理券配布、極力朝早く行かないともう配布分がなくなってしまうと使用ができないというような状況になってしまうので、まあ、もしも一般公開デーでこの2タイトルどうしてもどちらかやりたいという場合は、極力早く行けばもしかしたら私有整理券のゲットのチャンスが、到来するかもしれないです。ではここまでで TGS2024 ビジネスデーの様子を紹介する動画を終えたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。